キプラニリクチャードラママッドトリガークリュー編。ジュートの野郎おせえな。先ほどの電話ではすぐこちらに向かうと言っていたのだろう。ああ、作戦会議すっから事務所に来いって伝えてある。そうか、では間もなく到着するだろう。さっきからよくやるな。何がだ。それだよ、それマイクの手入れ。ずいぶん熱心に磨いてるじゃねえか。自分が使うものを自ら手入れするのは軍人として当然のことだ。ましてや今の我々にとって唯一の武器、常に磨き上げておかねばいざという時に戦えないだろう。ふん、そういうもんかね。ふん、常に臨戦態勢でいるとはさすがですね、リオ。遅えぞ、ジュート。貴殿にしては時間がかかったな。すまない、道が混んでて思ったより遅くなった。それにしても随分丁寧に磨くんだな。そうなんだよ、リオのやつさっきからずっとマイク磨いてるんだぜ。んなもん吹くかなんかでちょちょっと吹きゃいいだろうが。お前は小学生か。うるせえな、その方が楽だろ。いや、ただ布で磨けば良いというものではない。